れ、なんか前美味しいって感じてたのに、全然これ美味しいって感じなくなったらなんでだろうなーって思ったことないですか？というわけでいつもの小芝居から始まりました。どうも、ほっしーです。今回はね、タイトルにある通り、うつ病がひどいと味覚もおかしくなるんじゃないかっていうね、話をしていきたいと思います。これは、あくまで私の体験談なんですけど、結構同じような経験をね、してる方多いんじゃないかなと思います。私はね、動画の中で、いろんなね、YouTube の動画たくさん上げてるんですけど、ちょいちょいね、いつ頃うつ病になりましたよみたいな話をしてるんですよ。もう結構前なんですけどね、うつ病発症したのって。2014年か。2014年で、当時そのサラリーマンをやっていた時に、うつ病を発症しました。で、この動画が公開されるね、少し前にですね、うつ病初期の、私がうつ病がめっちゃ重かった時代に、通勤してた場所ですね。その場所のね、Vlog をね、ちょっとネタなんですけど、撮ったんですよ。で、それもね、ぜひ見ていただきたいんですけど、めっちゃ撮るの苦労したんでね、ぜひ見ていただきたいんですけど、その動画撮った時に、動画の中ではね、扱わなかった、カットしたんですけど、なんか当時、うつ病が重かった時に、この店全然美味しくなかったよなっていう記憶していた店がいくつかあったんですよ。味の好みはね、いろいろあるので、その店が悪いなんてことは全くないんですが、当時ね、当時、本当にうつ病重かった時、当時、これ何回も言いますよ、大事なとこなんで、大事なのがね、当時、美味しくなかった。当時、本当に美味しくなかったなって思ってた店があって、かじけんさんっていうお店なんですよ。油そば専門なのかな？わかんないですけど、かじけんっていうお店がね、名古屋の金山駅っていう駅があって、その地下だったかな、地下にお店があるんですね。で、私が働いてた時と、この間ね、その Vlog 撮影しに行った時と、場所全く変わってなかったんで、行ってみたんですよ。で、そのかじけん以外のお店はね、やっぱなくなっちゃってたりとか、移転したりしてたんで、なんかその当時の味覚を検証するにはちょっと微妙だなと思って、かじけんさんで当時の味覚と今の味覚どう変わったのかっていうね、再現してみました。で、一応ね、かじけんさんのために早めに名誉回復をしておきたいんですけど、結論から言うと美味しかったんですよ。めちゃめちゃ美味しかった。これ別に案件とかじゃないんで、お金とか全然もらってないんですけど、普通にうまかったっす。めっちゃ美味しかった。本当にまずいとか言って本当申し訳なかったなと思うんですけど。で、ここにある写真がですね、かじけんで食べたやつなんですね。で、このうつ病を患ったばっかりの時、だから一番自分が人生で重かった時ですよね。その時はね、まずいというかね、まずいっていうのはちょっと性格に違うんですよ。まずいというか、美味しいと思わなかった。だからなんかあんま味がしないというか、味を感じないみたいな感じだったんですよね。で、その時は自分がうつ病だっていうことを分かってなかったんで、写真にもある通り、つけ麺というかね、油そばなんで、正確にはつけ麺ではないんですけど、パッと見さ、写真のパッと見よ、パッと見そんなに味がついてなさそうに見えるじゃないですか。実際はね、結構油かかってるんで、油そばなんでね、めちゃめちゃ味濃いんですけど、その当時は自分が病気だったってこともあるし、全然こう視野が狭かった、他のことに全然興味が持てなかった、自分の体調ばっかりでっていうのがあって、見た目こんな感じでスープもついてねえから、味がしないのはしょうがないのかなと思ったんですよ。だから油そばってこんなもんなんだろうなと思って食べてました。もうなんかとりあえずなんかこう体に入れとかないかんなと思って食べてたやつだったんで、でもね、再び体験してみるとね、なんか味がないとか思ってた当時の自分、本当にやばかったんだなというか、味覚が終わってたんだなって思いました。いや、だってもう、お店で他の人いるんで、ね、声出さないようにしてましたけど、一口食べた時に、え？って思いましたもん、本当に。味濃っと思って。え、こんな脂っこかったっけ？みたいな。僕がね、当時24歳とかで、今33歳なんで、いや、お前年取っただけなんじゃね？みたいな感じで言われたら、それもね、なくはないんですが、なくはないんですが、それにしても味濃かったですよ。でもね、ここまでさ、動画を見た人の一つの感想としてさ、いや、ほっしーさっき24歳の時に食べてたって言ってたけど、24歳で今33歳ってことは、9年、10年ぐらい経っとるわけやろうと。って考えたら、食事の趣味とか味の好みとか変わっとるんやないねと思う方もいらっしゃると思うんですよ。でもそこはね、変わってないです。本当に変わってない、そこは。今でも、いわゆる、もう33歳っていい年齢のくせに、若い男の子が好きなような、めちゃくちゃ脂っこい食事だったりとか、そのがっつりね、何食べたいというと、肉みたいな。もうなんかもう、思春期の高校生かみたいなぐらいの反射スピードで、何食べたいって聞けたもん。肉みたいな。焼肉みたいな感じで、すぐ肉を食べたがるような、男でございますが、もちろん年齢がいってきてるので、その昔みたいにこう、胃がもたれる前にお腹いっぱいになるってことはもうほぼなくなりました。先に胃がもたれるみたいな感じなんですがね。でもね、食事の趣味は変わってないんですよ。だから、検証するにはまさにいいですよね。食事の趣味も変わってない。今でも肉が好き、がっつりした脂っこいものが好きだっていう。特に変わってないので。で、あともう一つの可能性として、お店がレベルアップしてるっていう、可能性もなくはないですが。
なくはないですが、まあ店の外観も変わってないし、見た目も特に変わってなかったので、まあ、多分それもないとは思います。多分ね、ちゃんと調べたわけじゃないので、そのカジケンさんがありえんぐらいのこう味のリニューアルをしてたりするかもしれないですけども、多分変わってないと思う、9年前と比べてもね。でもそれにしても本当に味のリニューアルが起こったんじゃないかっていうぐらいの、まあ、衝撃が私にはあったわけですね。でそこでね、やっぱ一つの結論に至るわけですよ。やっぱこれはうつ病によって味覚がおかしかったんじゃねえかという一つの結論に至ったわけですね。はい。まあでも本当にうつ病の体験談みたいなのを調べてみても、その味覚が変わったっていうねものはよく見るんですよ。まあただその味覚が変わったっていう表現をすると、少し前にね、すごいパンデミック、世界中的にパンデミックになったコロナウイルスとか思い出すと思うんですけど、ああいうそのコロナによって味を感じなくなるみたいなのとはやっぱ少し違うんじゃないかなと思ってて、興味関心とか喜びみたいな、そのエネルギーがなくなるから、そういうこう全てのものにおいてさ、関心がなくなるっていうのがやっぱりうつ病なので、単純にその食事の喜びがなくなっただけの可能性もあるんですよ。味覚が変わったっていうとなんかまずく感じるとかだと思うんですけど、そうじゃなくて何も感じないみたいな、こんなもんかみたいな、とかあんま味しないなみたいな感じになるので、まあ、味覚が消失するというか消えるみたいな感じだったんですよね。うん、まあ多分その何も受け付けたくないみたいな、そういう感じだったんだと思うんですよ。でまあそのコメントをね、たくさんみんな YouTube でコメントしてくれるのを見て、まあそういうね、味覚がなくなったっていうね、コメントも見たことあるし、まあ私のその X、昔の Twitter ね、の方でもそういう話をよく聞きます。で一応ね、ネットの方で検索してみたら、専門家たちの間ではね、強いストレスがかかり続けることで起こる深刻な味覚異常も問題視されてますっていう風に書かれてました。で味覚異常は大きく分けて2つの特徴があって、味を感じなくなったり全く感じなかったりする味覚低下っていうのと、苦味など本来しないはずの異常な味を覚える異味覚っていうね、まあ、2つあるみたいです。でこれはね、うつ病と食生活、味覚障害との密接な関係っていう、品川メンタルクリニックさんの方のねページに載ってました。なので専門家の書いてるものになります。はい。まあ、専門家の先生もねそういう風に言ってるので、まあ、うつ病と味覚障害、まあ、味覚障害って言うとすごいなんか大げさな感じするけど、うつ病と味覚障害っていうのは、まあ、関係あるんだなっていうことがここで分かりましたね。はい。いや、ほんとね、うつ病って、こう、この間 Vlog 撮ってても思いましたけどね、改めて恐ろしい病気だなって思いましたよ。その Vlog の中でもね、今からする話っていうのはしてるかもしれないんですけど、味覚だけじゃなくてね、やっぱ視野も狭くなってたなと思うんですよ。10年ぶりに歩くわけですよ、その街を。久しぶりにその街歩くからこうキョロキョロしてるっていうのはあると思いますけど、いやそれにしてもさ、通勤でいつも通ってた道ですよ。あえて全く同じ道行ったんですけど、え、こんな店あったとか、あ、こんなとこにこんなんあったんやみたいな風なね体験があったわけですよ。でこの道ってこんな感じあったんやとか、この街の雰囲気ってこんな感じだったんだとかね、でこんな陰気な場所が俺歩いてたのかとか、まあそういういろいろ発見があったわけですよ。まあ、でも当時は、まあ、やっぱ鬱だったってこともあって、多分ずっと下見てたんでしょうね。下ずっと下見て歩いてたんだと思います。その証拠にね、道を全然覚えてない。だから、本当にこの道合ってるっけって、こう、Google マップで確認してね、本当不審者ですよ。スマホ2台持ってさ、撮影するカメラ、片手で持ってさ、スマホ持ってさ、はぁ、みたいな、こう合ってるっけみたいな感じでね、確認しながらやってたんですけど、まあ本当に面白い経験になったなと思いました。はい。まあその視野がね、狭くなっていたことに関しても、この動画の中でね、メインテーマである、うつ病によって味覚の異常が起きたっていう、その二つも、まあどっちもね、そのうつ病が良くなっていくごとに、まあ消えましたね。消えましたというか、普通に戻りましたね。はい。まあ視野に関してはね、なかなか自覚ができないところなんで難しいんですけど、味覚ですね。味覚に関しては割とすぐ戻りました。精神科にちゃんと行き出して、薬をもらって、ちょっとベッドから起き上がれるようになるとか、まあ、大体それぐらいのラインからも私はもう味覚に関してはね、元に戻ったかなというふうには思います。はい。まあ、なので、なんか本当に味覚って書いてる感覚だから、本当になんかこう、脳の障害だなっていう感じがすごいしました。結局脳じゃないですか、そういう感覚って。だから脳からの電気信号がなんかおかしかったんだなっていう、すごいこう、うつ病はね、なんかこう、甘えだみたいな、未だに言われますけど、やっぱ脳の障害だなっていうのはね、まあ、今回 Vlog を撮ったこう、意外な発見でしたね。まあ、ここだけの話ね、その、過去の通勤の Vlog を撮ってみたっていうのをさ、絶対他のうつ病の配信者さんはやらないだろうなっていう、なんか謎に思いつきでやったんで、ほんとネタだったんですけど、まあ、ほぼほぼネタだったんですけど、まあそれでもね、本当に意外な発見がありすぎて、なんか昔通ってた場所に行ってみるっていうのは、まあ私個人的にはすごい価値があることだなと
思いました。で、あの Vlog のね、その動画の中でも喋ってるんですけど、あのみんなは真似しないでねって言ってるんですよ。その昔嫌だった場所に行ってるわけですから。要するに、まあ私の場合トラウマっていうほどまではいかないですけど、でもトラウマに近いような場所なわけじゃないですか。そこにさ、わざわざ行く必要あるっていう。なんかそこに行かなきゃいけない用事がある場合はさ、まあ嫌だけどしょうがないじゃないですか。例えばなんか法事とか家族の用事とか、いまだにその仕事の通勤でその近く通るんですよねとか、そういう場合は、まあかわいそうだけど、まあちょっとしょうがないよねみたいなところはあるけど、でも私なんか今福岡県に住んでるんですよ。当時働いてた場所って愛知県名古屋市なんで、マジ行く必要ないじゃないですか。まるで。まあ父親のね、出身地ではあるので、何かとこう、法事だったりとかそういうことで行く可能性はありますけど、まあでも行ったとしても、その Vlog で撮影したあの栄とか伏見って言われるあたり、あの辺のエリアに行くことはまずないので、ビジネス街とか夜の街ですからね、その辺っていうのは。まあだからこの動画を見てる方はね、星井さんが行ったんならちょっと私も行ってみようかなみたいなことは思わないでくださいね。まあめちゃくちゃ健康でネタとして捉えられる自信が 100% ありますっていうんだったら、まあどうぞって感じですけど、でも責任は取れないんでね。まあ絶対に行かないことをお勧めしておきます。はい。我々にとってはもうホラースポットみたいなもんですから。はい。まあでも、私のチャンネル登録してくださってる方は、まあ賢い人が多いのでね、まあ行かないと思いますし、まあ今回の話もね、その個人の体験談であるっていうことは承知していただいてると思ってますけどね。はい。だから全ての人が、まあ当たり前ですけどね、全ての人がその味覚障害みたいなの落ちるわけじゃないんですよ。その途中で例に出したコロナとかもそうじゃないですか。私の友人も何人かね、まあほとんど東京で働いてる友人なんですけど、コロナウイルスにかかってしまって、まあ、2回とか3回かかった人もいるんですけど、まあ、でもね、味覚障害みたいなのは全員起きてないですから、まあ、もちろん味覚障害が起きる例もね、いろいろあるみたいなんですけど、まあ、私の友人に関しては起きてないので、そのコロナもやっぱ個人差があると、まあ、それと同じようにうつ病もね、まあ、やっぱ個人差があるわけですよ。まあ、うつ病も散々個人差があるよって言ってるのにね、うつ病だったら YouTube できるわけないとかね、あのうつ病だったら Twitter なんて発信できるわけないとかね、まあ、いろいろ言われます。はい。で、私のそのコメント欄とかにもね、私と同じように発信してる方で、本当にうつ病だったらこんなことできないって言われて落ち込んでますみたいなコメントもね、来るんですよ。もうめっちゃわかる。私もそれでめちゃくちゃ傷ついてました、本当に。なんかいいのか悪いのかも慣れちゃいましたけどね。まあ、やっぱそういうのって言われちゃうんですよね。まあ、ちょっと最後あの話が逸れて愚痴みたいになっちゃったけど、あなたどうですか？あなた実際どうですか？その味覚がね、おかしくなったとか、あのそういう経験があったらね、ぜひあのコメント欄の方に書いて、私に教えていただけると。嬉しいなと思います。まあ、それとね、あの今現在、まあ、例えば当時の私のように、めちゃめちゃうつ病で落ち込んでますと、めちゃくちゃまだ体調悪いですっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。で、そんな方たちがこの動画を見てさ、なんかその、味覚ってやっぱおかしくなるんだと、で私って良くなるのかなって、あの不安になってる人もいると思うんですけど、まあ私が良くなったからあなたも良くなるよみたいな適当なことは言えないんですけど、まあでも私は良くなりました。はい。だからそんなにめちゃくちゃ心配しなくても、いいとは思います。でもね、一応その精神科の先生とかにそのことを話してないんだったら、それを話しておいた方が絶対いいと思いますね。まあわかるんですよ。精神科の先生にどこまで話すのか問題っていうのもあると思います。やっぱりこれは話したくないなとか、私もありますよ。この話はしたくないなとかありますけど、でもこういう症状が起きてるみたいなことはやっぱ極力ね、お話しした方がいいと思います。まあ精神科の先生もね、やっぱ神じゃないので、神とかその超能力者とかではないので、なんかこう目を見ただけでさ、今こういう症状が起きてるなみたいなことがわかるわけじゃないので、まあわかる範囲もあるかもしれないけど、でやっぱほとんどの場合はね、患者さんからの申告がないと情報は得られないと思うので、まあできる限りお話しするようにはしてください。まあちょっとおせっかいですけど、はい。でまあこのチャンネルではね、今後もその私の病体験をもとにね、今回のようなそのメンタルヘルスの話をバンバンしていくので、まだチャンネル登録をしてない方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと高評価の方もよろしくお願いします。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。